ファーウェイを買ってそれで山根さんに知ってるからって言われるよね。ファーウェイも買っちゃって並べるか。iPhone 写真展で。ファーウェイをさ買ってさ置いてトマトケチャップとかかけちゃえば。iPhone ケース展で。面白いな。iPhone ケース展には出ないですか。iPhone 写真展出るんでしょ。なんだっけ。台湾で。あ、台湾って何も聞いてないのかわかんないですよ。じゃあ、行ってみただけ。だんだん壊れてきちゃって、疲れちゃってるし。15ドルっていくらですか。15ドル。もう全然安いね。ハーウェイも買った方がいいですね、じゃあね。本がいいか知らないんだけど。誰かめちゃめちゃ歌ってる。めちゃくちゃ歌だね。結構。いやいやいや、ハーウェイ。やばいな、これ。だってこれ、ハリハリかヤユちゃんハーウェイだし。ちょっと待って。よし。いやー。僕、ハーウェイも買っちゃいます。でかいのはさ、あの人がいるから本当欲しいんだけどさ。買っちゃった方がいいんじゃないですか。でかすぎるよ。だって、あのスーツケース、いや、そういうことじゃん。箱を買って、さあ、Thank you。ハーウェイも買わないですか。いや、買わないですよ、僕は。ハーウェイはゲット。ハーウェイスーツケースですから。Windows Phone も持ってるね。ゲットですよ、ゲット。買おう。やばいですよ、これすごいの手にしてるの、ここでこれは一つ、俺たちの勝利だと思うアップル信者としてやばいですよ、早もう10年ね、iPhone 一筋本当は Android も Windows も持ってるけど山根博士に会い、そしてその翌日この発見これはやばいでしょ。やばい。そして残念ながらあの貧乏な iPhone 新車なので大きいのは買えずあれね、あのあっちのでかいやつはちょっと買えなかった、ちょっと高かった、ちょっと予算には。値段の問題だ、愛の問題。愛ですよね。愛ですよ、これですよ、ね、iPhone 最高なんだこれ